はい、傲慢かましてよかですかのね、フレーズでおなじみの小林義則さんなんですけども、まあね、たびたび過激な言論で私たちをね、驚かしてくれるんですけども、今回はいかがでしょうか。今回のね、感染症騒動に対してこんなことを言われてます。小林義則氏、自粛をやめて経済を回すと持論。日刊スポーツで書かれてますよね。これはね、まだ私記事読んでないんですけども、どういうことかっていうと、まあ自粛で何でもね、萎縮して経済を止めてしまうんではなくて、もうね、経済回していこうよと、自由にやろうよってことなんではないかなと思うんですよ。ちょっと読んでみましょうか。小林義則氏が新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、外出や飲食店等の営業の自粛が続いている状況を受け、自粛をやめて経済回す、それしかない、集団免疫で必ず感染も止まると持論を展開した。まあボリス・ジョンソンさん、イギリスの、ね、首相もそんなこと言われてましたよね。今で方針転換したんですけども、こういうふうな持論もね、なかなかね、通らないではないと思うんですよ。いや、現実的だと思うんですよ、こちらの方はね。実は現実的だと思います。ただ人間には感情がありますから、まず何言ってんだってことにはなると思うんですよ。ですんで、こういうことが言える方っていうのは今ね、小林義則さんだけかもしれません。やっぱりね、思ってるけど言えないってこと結構あるんですよね。これはですね、感染が拡大してもうパンデミック起きて医療崩壊してみんな死んでもいいよってことではないんですよ。多分冷静に事実を分析した上で、小林義則さんなりの考えだと思うんですよね。ただ多くの人には多分受け入れられないと思います。もう今ね、すごく恐怖が私たちをね、蹂躙してますから。だから何でもかんでもやめてしまって、それこそね、自殺者が出ても構わないレベルでやめてしまおうっていうのは極端に触れてると思うんですよ。ただやっぱりね、このね、ウイルスってのはどっかで折り合いをつけないといけないんですよ。例えば毎年毎年私たちはインフルエンザにかかって、もうね、国民の10分の1の人がかかるわけですよ。で、1万人ぐらいが毎年毎年死んでしまうんですよね。で、肺炎なんですけども、肺炎でもね、毎年13万人ぐらい死んでるんですよ。去年も13万人から15万人ぐらいのデータ出てたと思うんですけども、要するに肺炎だろうがインフルエンザだろうが人はたくさん死んでるんですよね。それから自殺でも亡くなりになってますし、他殺もあります、殺しってのも未だにあるんですよね。それから行方不明とかね、他の癌とか、心筋梗塞とか、糖尿病とかね、もう常にね、交通事故もそうですけども、常に死のリスクってのはあるわけですよ。で、あるところで死のリスクと人生としての行動の自由と天秤にかけないといけないんですよ。で、簡単に言うとですね、ある一定の確率で死ぬけど、でも車には乗りますよね。ある一定の確率で人は死ぬけども、タバコも吸うんですよ。で、急性アルコール中毒でお亡くなりになった方って去年何人いるかご存知ですかね。私が聞いたところによると、1万7000人亡くなってるんですよ、去年。でも、お酒を飲む習慣っていうのはやめる人いないですよね。でも、1万7000人死ぬわけですよ。お酒を飲むってことに対して。でもそのリスクを追ってでも、お酒を飲む楽しみとか、そこで生まれるつながりっていうのを私たちはなくさないようにしてるんですよね。まあ私はお酒をもう全く飲まなくなりましたけども、まあそう考えると、まあなんですかね、データとかね、数値とか事実で見ると、小林義則さんの考えの方がまあ正解にかなり近いんですよね。ただ私たちは感情があります。恐怖というものもあります。そして人に迷惑をかけたくないというようなね、そういうふうな気持ちもあるんですよ。もし自分が健康で無症状でも人に移してしまって、その結果自分の身内が死んでしまったりとかね、自分の目の前にいる人が自分のせいでお亡くなりになったらと思うと、やりきれないですよね。そういうふうな、まあ、相互監視というかね、相互不安の状態が今なんですよ。誰かと会って、この人に移されたらどうしよう、自分がこの人に移したらどうしようっていうようなね、そんな感じで人間関係どん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 ギスギスしていくわけなんですよ。だったらですね、こんなの人生じゃないんじゃないかと私も思うんですよ。何かに怯えながら、常に何かを警戒しながらね、自分の人生というふうに、もう本当にね、割り当てられた、いつ終わるかわからない時間を少しでも長くしようと、まあ、いわゆるね、ビビって過ごすとかね、まあ、これはね、ちょっと行き過ぎなんではないかなと思うところもあるんですよ。多分私もね、言葉にしにくいんですよ、ここがね。私にも感情がありますんで、とは言っても怖いよねとか、とは言っても人のバッシングは嫌だよねっていう風になって、まあ今私はね、ずっと4年以上インク暮らしてるんで、人には全く合わない暮らしなんで、今こういうね、自粛ムードが起きても、私は全く、このなんですかね、行動に影響がないんですよ。もともと自分で自粛して外出もしないし、人にも合わないような暮らしをもう何年も続けてるとですね、街の方に行くこともないですから、なんかね、そのインターネットの画面で閉店した店舗を見るのも、なんか映画を見てるような感じで、現実感覚ないんですよね。でもほとんどの方は出勤したりとかね、お店に買い物に行ったりとか、社会生活を営んでる上で、ものすごいギャップを感じてると思うんですよ。
まあ、それはひとえに恐怖とかね、自分だけ動いたら周りから叩かれるかもしれないっていう、そういう懸念だと思うんですよね。まあでもそっちの方に私もね、触れるかなと思いますね。結局はそういうふうに考えると思います。まあですんでね、小林義仙さん、この人は普段から過激なこと言ってるんで、今回も過激なこと言ってくださって、なるほどなと、注目だなというところでございます。まあこの方もね、なんか脅迫状が届いたり、なんか周りの人にね、お前なんか言い過ぎじゃないかって言われたりとか、心苦しいような思いをしてるんだと思いますけども、まあなんていうんですかね、 ある意味ですごく過激派なんで突破していくんではないかなと思います。小林氏は11日、自粛をやめて経済を回すべしのタイトルでブログを更新。国内では新型コロナウイルスについて調べる PCR 検査の実施件数が少ないことが問題視されているが、 PCR 検査なんか何年間も経たない、医療崩壊を招くだけだ。これ正しいですよ。これは医療従事者は重症患者だけに力を注いでくれればいい、死者数だけが重要であり、その通りその通りなんですよ。現在の日本の死者数88人、たとえ100人以上になってもこの増加ペースの遅さは、海外に比べて驚異的であると指摘し、コロナの死者数が世界一少ないとなれば日本の快挙である医療スタッフに感謝状をあげたいとした。これ本当にここはね、その通りで批判するところが全くないと私は思えるんですよ。ここねじゃないですか、だからこういうのが事実なんですよ。これが事実であって、その事実からどういう感情を持って未来に向かうかなんですよ。小林の処理さんは、まあ自粛やめてもいいんじゃないかと、経済回していこうよっていうふうなところに、未来への発想があると。でも多くの方はですね、いやいやこれで抑えられてるんだからもっと抑えようよっていうふうになっちゃってるんですよね。まあどっちが正解かは3年後5年後10年後にしか分かりません。今の時点では何とも言えないですよね。ただ私たちは未知のものに対する恐怖があります。この今回のウイルスに対して、感染症に対しては専門家がいないですし、それからね、これを治癒するようなね、アビガンのこう効果も確立されてませんので、とにかく怖いわけなんですよ。で続けて、どうせ感染者は増え続ける。その通りですね。自宅療養しておけばいい、緊急事態宣言やっても自粛を要請しても無駄、ならば経済を回した方がいい、保証なんか無駄なるほど、と持論展開。自粛をやめて経済を回す、それしかない、集団免疫で必ず感染も止まるとした。結論としてね、私の考えを、ちょっとひどい考え方も入ってると思いますけど言えば、一定の確率で今回の騒動ね、死者は出ます。これからも出るでしょう。まあそれは止まんないんですよ。死者がもうビタッと出なくなりましたってことはないんですよ。と同時に感染も広がらなくなりましたってことはないんですよ。でも感染したけども、いまだに生活に全く影響なく生きてらっしゃる方とか、復活してきた方いらっしゃいますよね。でむしろそっちの方が多いわけですよ。ということは、今回の感染症ってかかることはあっても、ほとんどの方はまた元通りの暮らしに戻っていける。で一回かかった方が二度とかからないかどうか分かりませんけども、おそらくね、この騒動で生き残った方っていうのは、この感染症に対して本当の免疫がついて、次の時代っていうのは免疫のついてる方だけで、まあなんですかね、社会生活を作っていくような気がするんですよね。で、ある意味、今回の感染症に耐えられなかったっていうのは、見殺しにするわけではないですけども、なんと言いますかね、もうそこは止めようがない部分があるのかなと思うんですよ。それをね、これ私こういうこと言うと、またね、そんなことね、お亡くなりになった方の前で言えるのかっていう感情論がまた来るんですよ。まあその通り、そのお亡くなりになった方とか、そのご遺族の前では私はこういうことは言えません。言えませんよ、それは。だって、そんなね、気の毒じゃないですか。そんな人の前で言うのは。まあだから、言いにくいんですよ。言いにくいけども、言わないけど心の中でどう思ってるか、私もね、揺れ動いてますよ。どっちなのかなとか、わからないなとか。本当はもうちょっと自粛した方がいいのか、自粛をやめて経済回した方がいいのか、どっちもどっちなんですよ。でもさっきのね、感情論で言うんだったら、今回のことで自分が抱えてる従業員さんに払えない給料、保証されない、自分の会社、行き詰まる固定費ね、こういうことを考えて、もうすでに自殺者は出てます。ですので、自粛自粛と声高に言う人は、じゃあ経営が行き詰まってお亡くなりになった方、その人の前で、その人の遺族の前で自粛しましょうって言えますかって言ったら、やっぱ言えないと思うんですよ。ただかわいそうですよね、その人の前で言うのは。その人の前で言わないんだったらいいですけども、という感じでね、この感情論っていうのはね、やっぱりどっちにも、その通りって言えるところがあって、ただ事実ってのはね、あるんですよ。事実ってのは過去に起きたことですから、で感情ってのは未来に向かうものですから、これはちょっとね、ある程度切り離していかないといけないのかなと思いながら、小林の修理さんのゴーマニズム宣言、戦争論、もう一回、メルカリで買って読んでみようかなって気になったっていうのが今回のオチでございます。はい、失礼しました。